気持ち悪い。階段どこにあるんかな。そっちは厨房っぽい。厨房。タイヤの山。カシオペア三条。カシオペア三条。何カシオペア。もう一回やる。カシオペア三条。3回ぐらい言っとけば大丈夫っしょ。うん。これ階段ないね。なんかこれあのこれね火事、うん、誰か放火したんだ。放火したんだ。火つけたのかな、うん、だね。ね、うん、あの、何あれ、うん、なんていうんっけ、これ、あのグラスウールじゃなくて、うん、グラスウール、これ石面、あのロックウール、吸ったらダメなやつ。赤面。なんていうんかなこれ。赤面。赤面じゃないっしょ。ここ風呂っすよ。ここ風呂。上がれんくないっすか。あったあった階段。なんかすっげえ昔のレジある。お風呂。あ、これあっち女風呂やね。え、あっち女風呂やね。こっちに階段ある。なんかこういうとこって1階怖くないけど2階とかって怖いよね。いった、こんなとこに段あるし。ひっくり返りそうになった。え、じゃあ今のはビビったんじゃなくてあれっすよ。もろ。おう。おう。うんち。ちんちん。おいで、高道。
何これ、カツジ、カッシどっか寝とる、どっか寝とる、誰か、いや、和田さんちょっと見てきてそうえ、こう一回入ってみる、え、なんか、なんで俺一番、いや、カメラ二番所、だって川口博士とかもそうでしょ、いや、それ、もうやらせじゃん、いや、やらせとかするの関係ないから、これ、うん、気持ち悪っ、なんかいた、え、いました、何にもいません、ちょっと、2階はっていうか、なんかもう、うん、あれやね、ここ本当に、お、ほん、そうでしょ、何けこれ、あの、洋式の、うわ、びっくりした、トイレ、うん、洋式のトイレ、うん、上行く、あっち行っても一緒っすわ、うん、え、また俺先、一緒、俺いつも顔出しっすよ、名前出しはしてないでしょ、いや、顔出し、ニコ生の時は顔出しっすよ、普通に、噂の部屋はあっちっすね、何の噂ねいや、なんかあるっしょ、だってよく扉が開くとか、木谷京介、なんか面白くないっすね、ここ、面白くない、次行こう、次って言っても次の全然面白くないですもん、だからハイオペッション、もう一緒っしょ、うん、何今、虫、わ、びっくりした、何コウモリ、コウモリやばいっしょえ、コウモリくらいどうしようかな、いや、コウモリっすよ、うん、もうほんま、いや、真っ暗やし何かのやつはうんこ好きなんだえ、ねえ、うんこばっかり、
書いてあるの。もう君だな。え？終了っすね、ここは。終了。全然面白くない。終了。はい、次行きましょう。